ここがジェシカさんの家。先生、ジェシカ先生。おい、急に耳元でそんな大声出すな。聖剣の記憶。アメルダ、大変だ。アメルダがまたこの前みたいに光り出した。どうしよう。やはりそうですか。光の末裔、聖剣。あなたはあの時のジェシカさん。そうです、やっと会えましたね、マッシュ。話は後です。まず気をつけてください。強大なものが召喚されます。カルサス平原、昔大陸上最強の騎士は。あれ、何、私また記憶が。あなたは。私の名はレオン。レオン、レイガルド。それは他者の課題評価に過ぎる。しかし私はあなたを知っている。レオン、教えてください。あなた、若き勇士たちよ、武器を構えろ。帝国青龍騎士団団長レオン、聖剣ラングリッサーの召喚を宿命の勇士たち、これより伝説の試練を執り行う。全力で来るがよい。私は手加減。私、あなたが本当に聖剣に召喚。おいおい、生きた伝説と戦えるなんて、俺たちは負けるわけに。はい。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。行くぞ。行くぞ。ここここ。マシュ、戦闘中で不謹慎だとは思うが。宝箱なんてどこにあるんだ。待て、本当にどこからか宝箱の匂いがする。ここには木しかないよ、ウニル。お腹が空いて頭が回ってない。出た出たよ。フィールドにある他の木とは違う、唯一実がなってる木。これってお約束の隠し宝箱だよ。隠し宝箱。いいんだよ、マシーは知らなくても。っていうか、こんなに激しい戦いの最中に。今後の戦いの中でも同じようなことが起きるかもね。はい。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。行くぞ。ここここ。はい。仰せのままに。行くぞ。俺の出番だ。逃げんなよ。何かお手伝いできることありますか。
できました。決着をつけよう。自分の抵抗を受けろ。レオン、まず私が奴らの力を試しましょう。休ませた。その勇気は称賛に値する。この世界にはまレオン、あなたは本当にいや、そんな大それたものではない。最強の伝説、少年たちよ、私の伝説はその言葉一生忘れないぜ。私は聖剣を復活させるために聖剣の記憶の欠け、さて召喚の力が消える。レオン、レオン消えた。だがレオンを召喚したそういえば、そうです、それが光の女神がアメルダに。レオンが召喚されたように、時空の裂け目の中には時空の裂け目の英霊が与える試練を乗り越え、私嫌だ。俺は行く場所がない。しかも俺はこの二人。さあ、時空の裂け目はきっと聖剣があなたたちに様々な。ああ、行こう。ここで起きる戦闘はどれも過去の聖剣。そうすれば過去の歴史や今の使命を。